そうなんですよ、前川優樹くんとあと玉木優樹くんもね今日誕生日でね、はい、はい、で昨日、まあ、エーステの稽古場でね俺と優樹の誕生日みんなに祝ってもらってプレゼントもいただきまして、はい、で今日ちょっと稽古はオフなんで、まあ、昨日祝っていただいたんですけれども、玉木くんもツイッターで祝ってくれて12月17日なんか意外と多いんですよね、うん、で19日は立石俊樹の誕生日でしょ、なんかそこら辺ちょっと固まってんよな、だから俊樹と俊之と結城と玉木結城が全員インフンドルンよそう、そこら辺が誕生日なんですよ、はい。